皆さん、こんにちは、もモ,モースです。今日はパリオリンピックの報道について、特にスポーツ選手に武士道のようなものを求める傾向についてもの申します。まず、ニュースの概要からお伝えします。元放送作家で YouTuber の長谷川良品さんが、スポーツ選手に対する日本の報道について武士道のようなものを求めすぎている、との苦言を呈しました。具体的には、柔道女子 52kg 級の安倍氏選手が2回戦で敗退した際の涙が話題になっており、それを美談に仕立て上げる報道に疑問を投げかけています。確かに、スポーツには 礼儀や精錬性がが求められれるこことと多いでですしししかかしは本当にに選手たちにとって必要ななものなのでしょうか私の意見では、スポーツはその本質が勝ち負けや努力で図られるものであり、必ずしもお武士道のような精神性を含むべきではないと思います。ここで具体例を挙げます。例えば、かつての競泳選手千葉すずさんのように、自分の意見を労働と表明する選手も存在します。彼女は自分のスタイルを貫きながら競技に挑み、その結果も残しました。これこそが真のスポーツマンシップであり、個人の信念やスタイル が尊重されるべきだと思いますもちろん、反論もあるでしょう。ニュースコメントでも、例に始まって例に終わるのが基本、という意見が寄せられています。確かに、柔道のルールとして正しい礼法は重要とされています。しかし、これは全てのスポーツに当てはまるわけではなく、特定の文化や時代背景に根ざしたものです。結論として、スポーツ政治に対する武士道や精錬性を過度に求めることは、アスリート国の本来のパフォーマンスや個性を阻害する可能性があります。これからの時代、私たちはもっと多様な価値観や考え方を 受け入れるべきですす皆さんはどう思いますかコメントで意見をお聞かせくださいそれではまた次回の動画でお会いしましょうありがとうございました